今回は FF ヒーターを紹介したいと思います。はい、キャンピングカーの、重要な装備の一つとして FF ヒーターっていうものがあります。で、FF ヒーターって何かって言えば、このカーエアコン、カーエアコンとは別にエンジンを切っている状態でもガソリンを燃料にして、動かせる暖房です。はい、もう非常に、使い勝手がいい、そして、コスパがいいっていうものなんですけど、まずエンジンを切った状態で使えるので冬場はものすごく重宝します。で、一晩でガソリンが5リッターぐらいですかね、5リッターぐらいしか減らないので、まあ今はちょっとガソリンが高いんですけど、ガソリンが本当120円とかだったら5リッターで5日、600円ぐらい、一晩で600円ぐらいずっとここがあったかいっていうので、すごく、便利なアイテムです。で、まあそのガソリンもね、ガソリン燃料にしてるんですけど、まあ、普通にそのこの車を動かす ガソリンタンクに給油をするだけで、そこから勝手にこう燃料を引っ張って使ってくれるので、まあ、こちらとしては本当ガソリンを入れるだけっていう感じなので、ものすごく、いいアイテムです。はい、で、まあちょっと、紹介したいと思います。はい、で、うちの車の場合は、ここですね。これが、FF ヒーターのスイッチになってます。これが FF ヒーターのスイッチ、あ、これじゃないすいません、これはこのキャンピングカーの大元の電源ですね。こっちですね、これが FF ヒーターの、電源になってて、これをまあこう、これでつくっていう感じ。これでつくんですよね。うん、で、まあ、これのつまみが、もうこっちが最強で、こう、段階ごとに。まあ、めっちゃ熱くしちゃいときは、こう、一番マックスにするし、まあ、この辺でいいかって言ったときは、この辺にするしっていうのは、これが FF ヒーターです。はい。で、これを回して、どっから送風されるかといえば、我が家の車の場合は、3つ ?FF ヒーターの風の音符の出口が3つあって、1個目がこのリビングの椅子の下で、もう1個がここですね。ここから出てくる。で、もう1個がこのトイレですね。トイレで、よいしょ、トイレのここです。ここなので、このトイレのこの個室めっちゃあったかくなります。うん、はい、という感じで、この3つの送風口があって、まあ、トイレはめちゃくちゃもう個室なんで、狭い個室なのでめちゃくちゃ暖かくなるんで、例えば冬とかだったら、朝起きて、まあ、車内が寒いと。寒い時はもう、まず、FF ヒーターのスイッチをつける。それでも、まあ、車内が暖かくなるまでちょっと時間かかるなっていう時はもうトイレに入っちゃう。そうすると、もうなんか、暖かい部屋みたいな感じなので、ものすごい暖かいですね。はい。まあそんな感じで、これがあるとすごく便利なんですけど、実は、我が家のこの FF ヒーター壊れていて、今、もう5年ぐらい使ってないんですけど、なぜかといえば、ここ沖縄県なんで、4月から11月まで海に入れるぐらい、本当我が家一番早い時で1月2日から海水浴をした時があるぐらい、まあ沖縄県ってあったかいので、この FF ヒーターをそもそもは使わないです。使わないので壊れていて、そのまま、今故障しっぱなし。まあ例えば内地とかに行って、内地で旅行するときは絶対必要なんですけど、その機会が来るまではまあ直さなくてもいいかなっていうので、今は使っていない、壊れてる状態で、まあ放っておいてる状態なんですけど、この車を購入して、1年目2年目はこのキャンピングカーを内地に運んで、内地の旅を何回かしたことがあって、その時はものすごい重宝しました。うん。内地寒いですからね。それで、例えば、このキャンピングカーの場合、冬、旅をする時って、まあ、カーエアコン、トラック部分、運転席部分のエアコンで、車内を温めてもいいんですけど、それだとちょっと非力なので、まあ、運転席の方の暖房は運転席だけ。で、こっち側、このダイネット部分の、部屋部分の
暖房は FF ヒーターを使うと、まあ、走行中も使えますし止まってももちろん使えますしっていうので、ものすごく、役立つものです。例えば内地で、スキー場にキャンピングカーでスキー場に行くとか冬に旅をする場合は絶対つけた方がいいアイテムの一つです。